なぎちゃん、はい、西森先輩、はい、NMB48 学園、今日も頑張りましょう、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。お便り、なぎちゃんお願いします。はい、和歌山県にお住まいのラジオネームひろみつさんからいただきました。ありがとうございます。ケイッチ、なぎちゃん、西森さん、クソ DJ じゃなかった、かっこいい大林さん、お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。簡単に質問させてください、はい、昔から治らない変な癖はありますか、はい、ちなみになんですが、僕のお兄ちゃんは昔から指を吸う癖が治らず、いまだに吸っています。昔からの癖、うん、あります、なんか、うん、でも小学校の頃はずっと鼻をって吸って、はい、トイケで伸ばすっていうのをずっと唇の上を伸ばして、はい、吸って、なんか一回縮めて伸ばすっていうのをずっとやってました。うん、嘘やん。はい。ずっとやって、本当にもう一回やったらもうそれがなんかポジションみたいなのがあって、でそれが崩れて決まらなくて、なんかそれをずっとやってました、授業中。それはでも完全に癖やね、もうね。はい。よくやってるの見る。やってますか今も？伸ばしてるのは見たことないんですけど、吸ってる時やってるのは。軽めにやってんじゃん。軽く吸って軽く伸ばして。はい。そうですね、軽く、いや黙るちょっと黙ってね。そうでしたね。起立、礼、着席、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任、モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。上西。はい、皆さんは何系が好きですか？あっさり系、こってり系、 N700 系、それとも上西系？上西系。滋賀県から来ました21歳のケイッチこと上西系です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして渋谷。はい、東京の渋谷といえばハチ公前、本日は大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身19歳渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後に西森。はい、すいません、今日もそうです、西森です。出させていただいております。ありがとうございます。そんな謙虚ならんで、ね、すいません、ありがとうございます。大丈夫大丈夫、レギュラー以上ランのレギュラーでやらせてもらってるから。あ、そうですか。そんな謙虚な気持ちにならんでも。はい、ありがとうございます。謙虚なんはいいことやねんけど。レギュラーなんですよね。はい、そうですよ。あ、そうですよね。毎週出させてもらう。レギュラーですよね。はい。吉本にはちゃんとお金は振り込まれてると思うんですけど、はあ、吉本から、ね、うん、前回分 のラジオのギャラが入ってなかったですね。よくありますよね。そんな、たまにあるんですよ、何を暮らしとんねんみたいなね、やつが。え、そんなんないですか？でもなんか何ヶ月後かには来ますけど、うんうん、まあ、バラバラ、入ってたら入ってなかったみたいな。バラバラ、なかなかのどんぶり勘定ですもんね、あれね。あんまり詳しく書かれてないので、はい、やばいよ。え、そうなんです。詳しく書かれてない、どういうこと？これ何みたいな。これ何みたいな。そんなんはねや、はい、給料明細は一緒なんかな、一緒かな、あの、一緒なんですかね。青、今白になってんのか、白のやつ。白です。三つ折りの、はい、三つ折りの。ほな一緒やな、多分。はい、10枚ぐらい束があるの。10枚もないです。そんな10枚やったらすごい。ないですか？でも あるんちゃう。でもロイヤリティ系のなんか、あの権利もんのグッズとかのやつとかが細かくうわーってくる時とかあるんじゃん。いや、うーん、でもなんかいつもグッズとかは定期的に写真とかグッズとか、あ、はい、そうかそうかそうか、写真とかやったらもう売れた分だけ、はい、でもほんまちょっとやろあれでもね。そうですね。ほんまなんか3円とか入ってたりせえへん。3円、たまにあります。ある。分けて135円とか、あ、何って思いながら。そうそうそう、そうか、その単位がその NMB、まあ、ケイチとかでも135円とかなわけでしょ。はい、俺もそんなもう全然3円とかあんもん。3円、何の3円みたいな。3円と5円を分けて入れたりしてた。ランをインク代のがもったいないやろっていうぐらい。なんかそんなんが100何ぼとか、そんなんが細かいのがいっぱいあるよ。一緒なんか、給料明細が、はい、吉本興業がそうか、はい、そうね、うん、給料の話もお金の話やめましょう。そうですね、暗なるから。癖の話でしょ。はい、やってたんは癖ね。でやってんねや、そのな、ケイチが見てる分には、はい、数のはようやってんね。鼻吸ってますね、よく。
うん、いや昔はもっとひどくて本当にもうずっとこれを伸ばしてて、はい、いやそれはちょっとね、そうなんです、男でもまあ気になるけど女の子やったらちょっとね、そうめちゃくちゃ気持ち悪くて、これを直さないと。いつまでやってたのその子。小学生の時に、うん、ずっとやってて、うん、でもこれはあかんと思って中学生でやめたんです。やめれたんや、直さないと、はい、お母さんとかに言われたってこと。うん、お姉ちゃんとかに、うん、それ気持ち悪いからやめって言われてて、ずっと、はい、へえ、そうなんだ、はい、ケチはないですか。今も続いてる癖は、うん、なんか服の中に手を突っ込んじゃいます、うん、自分の何 T シャツの中とかに、あでお腹ずっと触ってるっていう。あなんか分からんでもないですけどね、はい、なんかそこ緊張した時とか特に気づいたらもう服の中でずっとお腹を触ってます、うん、あなるほどね、なるほど、ね、そういう癖。あ、まあ、だからその袖とかでケイチが服に手突っ込んでお腹触ってたら、うん、おーこいつ緊張しとんなって思ったらいいってことじゃん。なるほど、うん、どうですか西森は。僕は急いでへんのに、まあこれよう言うてますけど、急いでへんのに階段を走って登ったりするやつが、それがよくありますね。なんでそういうことをするの。走りながら思ってますもん、なんで走ってんの自分でも分かってへんやん、うん、意味ないんですよ。ほんで早くあの乗り換えして、うん、電車めっちゃ待ったりとか、普通に歩いて行ったらええところを。確かに、うん、なるほどね。くせね、まあ、鼻ほじるとかかなと。鼻はほじってるな。鼻をすぐほじるんで、うん、でたまに長い間ほじってない時があるんですよ、うん、ほんならだいたい小指でいつもほじってるんですけど、うん、ちょっと指入れへんなってるんですよ。鼻くそがちゃうねなんで、あ、縮んでるってこと、しょっちゅうこじってるから鼻がビロンって広がって穴が、そんなことある。そう、だから長いことだ、多分ね1週間ぐらいもし1回もほじらんかったら、うん、もう指入れへんと思う、うん、定期的にほじっとかなあかんねや。そう、そんなこともないねんけどな。だ指を変えていって小指にしてるけど、うん、薬指を、お兄さん指とどん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 太いのにしていって、最後親指にしたらずっと親指入るようになると思う、うん、すっごい鼻の穴でかいってなるから。めっちゃ変なやつなんで、鼻の穴でっかってなるから、ね、でもなそれは努力やから、やっぱり努力して努力して得た、うん、それはもうマイナスになるから日々の、うんうん、全く意味のない、うん、鼻の穴でっかいやつになる。500円玉とか入れたいじゃないですか。でもね、いやそういうびっくり人間みたいなおるけども、うん、それしても別にそんな得はないし損しかないと思うから、うん、そうですか。今後の人生それは損しかないそうだね、たまる量も多なるしね、うん、あ広がったら、うん、確かに。あそっか、鍛えられてまうもんな、ちょっとな。あの鍛えられる、うん、鼻が、鼻の毛を抜くのも、もうようやってまうな。痛そう。そう痛いね、もうすっごいくしゃみ出るから、なんかやったらあかんじゃな、多分な。やったらあかんらしいけど、抜きすぎてもうシャーペンの芯みたいなやつあるから、たまに。それ言うてるな、そう。あの毛穴がどんどん大きくなっていくの、ね、抜いて抜いてしてたら、あ、剃ったら濃くなるみたいな。そうあれの抜くやから、もっとひどい、もっとなんか周りのあの皮膚を持ってってんやろな、ちょっと、どんどん広がってって、シャーペンの芯みたいな感じの太さ、ほんまに罠みたいな感じになってるわけよ、もうほんなら鼻の中は。そうですよ、アリぐらいやったらもう普通にスポッと入るぐらいのアリが何かなって顔を覗き込んだらもう出られるみたいな。しまったってなるやろ、それは。こんなにその前にアリを鼻にアリが来た時点で俺はもうバッと手でやるけども、でもまあ、ね、なった場合ね、家庭としてそういうなった場合は、うん、鼻毛どうしてます二人は。あんまアイドルに鼻毛聞かない。鼻毛の処理、鼻毛ないですか。ないです。あなるほど、はい、ゼロね。ゼロそれはそれで問題がある。風邪ひきやすそう。でも出てきたことはないです。内側に入ってってるってこと。いや普通に喉ぐらいまでいってんじゃんもん。気持ち悪い。そんなことはないんだけど。どんな長さなんですか、はい、鼻毛。はい。鼻毛なんかめっちゃ出てくるけどな。いやまあそれはまあ出てたとしてもそれは言わへんアイドルだから。そうか、ね、うん。またなんかそのね、あの癖が見つかり次第また教えてください、はいはい。では授業を始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは NMB@
nbc1008.com。 おはがきは郵便番号 530-8010 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。1時間目の授業です、1時間目は芸能の授業ですね、今日の芸能では自称芸能界のドンに 絡まれてしまうということですね、はい、もしかしたら実際こんな人が現れるかもしれません。対処法を勉強しておきましょう。ではなぎちゃん、問題を読んでください。はい、自称芸能界の裏のドンとお話をしなさい。はい、今回自称芸能界の裏のドンとお話をするのはなぎちゃんです。では行きましょう。お願いします。ああ、君か。 NMB48 の渋谷渚という子は。はい、そうです。え、おじさんは誰ですか。なに、おじさんマイナス5点だ。芸能界によってそんなことも知らないのか。信じられないな、はい、世間知らずにも程があるぞ。すいません、何分まだまだひよっこなもんで、テヘペロ。マイナス5点だ。私がこの日本の芸能界の影のフィクサー、はい、ドン西森屋で。え、そうなんですか。知らなかったようだね。はい、あ、そうなんですか。あれへんがな、ほんまにね。ヤススから聞いてないんかいな。ドン小西のこと、ヤススからドン小西言うたの。ドン西森持っていかれすぎやお前。ドンドン西森のことをヤススから。ヤス、秋元先生をご存知なんですか。ヤススやがな。ヤススです。ヤススす、うん、育てたんは俺やがな、うん、ドン西森やがな。え、すごい、ドン西森さん、うん、じゃあ昔の秋元先生どんな人やったんですか。うん、若かったよ。みんなみんなそう。えらい早い段階で、はい、ね、はい、川の流れのようにだとか、はい、うん、あの作詞はヤススやからね。すごい、あんな若い人に書ける歌詞やないわあれ、はい、うん、お風呂で歌ってるわ。俺が俺がじゃない、あのモンスターエンジンの西森がお風呂で歌ってる。モンスターエンジン、うん、知らん知らん、寝かしつける時もよう歌とんで。寝るんですかあれで。うん、やっぱなんとかはみたいなのが出てんやろな、あの寝るために。そう、もう歌詞から出とんだよな多分な、うん、なるほどね。まあまあ、はい、実は、AKB48 のアイディアも僕が挙げたんやけどね。本当ですか。うん、そうや。すごい、うん、海の親じゃないですか。そうや。あ、ってことはドン西森さんの口添えがあれば、うん、もしかしたらセンターに立てたりするんですか。まあ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 、うん、まあ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 、そう、うん、まあまあまあ、そうかな、うん、まあ悪いようにはせえへんけどね、うん、あの、私センター欲しいんですよね。私センター欲しいんですよね。はいはい、わかりました。その聞こえてます。聞こえてます。欲しいんです。はい、聞こえてます。センターになりたいんです。わかりました。同じことばっかり言われて、いいってなるから。イラチではある。いいってなるから。ちょっと考えが甘いかな、はい、うん。君はなぜセンターのポジションが欲しいのかな。あっちゃんとか、うん、そんな感じはなかったけどな。センターってことは目立つでしょ、うん、そしたら総選挙の順位も上がるじゃないですか、うん、私上に行きないんです。頂点目指したいんです。次の総選挙何位になりたい。アンダーガールズです。お願いします。ということは、16位以内ってことかな。17位から。17なのか。はい、元気だ。17。はい、え、17。選抜に入れるなら入りたいんですけど。まあ謙虚やね、確かにね、ちょっとね。はい、うん、わかりました。じゃあ、おじさんに、3000円ちょうだい。え、そんなに安いんですか。はい、はい、この3000円どうするんですか。捨てるんだよ。何それ。どういうこと。怖い。3000もて捨てるとか。ドン小西って一回言ってた。言ってましたね。まあドンって言ったらもう
もうドンって言ったらもう小西って小西さんってね言ってまいりますね。でもね、はい、ウートテルのその川の流れのようにを歌ってます。歌ってます、はい、寝かしつける時にうん、なんかちゃんと全部歌える歌がなかなかなくて、でも川の流れのようには、うん、あのもう今は全部歌詞覚えてます。すごい、うん、それを選んだんや、うん、ちょっとずつほとんど覚えとったんやけど、うん、あところどころ抜けてって、あ YouTube とかで見直してちゃんとあの、うん、今はちゃんとちゃんと歌います。なんでそれな、もっとあるやんか、いろんな曲っていうのは、うん、なんか寝そうやん、まあ、まあ寝そうではあるけど、え寝そうではあるけどな、確かに、うん、そんな純情な感情で誰がシャムシードの3分の1の純情な感情やねん3分の1もずっと終わらないとねえへんよシャムシードではねえへん、懐かしいねえへんでしょ、ねえへんけど愛のままにリーズの愛のままにわがままに、ね、そうそうそう、ねえへんからお風呂でそれを歌うことによって、うん、あの気持ちいいからお風呂でも寝そうなんねやんか、なんか、で、お風呂はもう勝手に寝そうなんねん、もうね、で 寝そうなるでしょ、ほんでそれで歌うでしょ、で歌っといたら擦り込みみたいになって、なるほど、気持ちいいんやってなるから、あ、なるほど、ほんならその普通の心理戦や、普通の寝る時ももう、はあ、考えたね、すごい、それ効果あるかどうかわからないけど多分あるんちゃうかなっていう、いや、あるある、それは多分あるよ、あるでしょ多分、ね、うん、でも僕もあったんですよ、寝かしつける時に歌う歌が、はいはいはい、なんかそれはなんかちゃんとその CD であって、誰やったかな、ミンミやったかな、あのミンミさんの曲みたいなのがあってんけど、それを聞いたら寝なあかんねやってなって、あ泣くようになってしまった。なるほど、逆に逆に、あ悲しくて、もうもっと起きてたのに、それを歌うことでもう寝なあかんねやって泣くようになってしまったから、大変、なかなか難しいけどね、そのさじ加減、そうか確かにね、まあ、いいとは思うねんけどな、それで寝る分は楽やねんから。でも私も昔お母さんにずっと待ち伏せっていう歌、松任谷由実さん、松任谷由実さんの待ち伏せっていう歌をずっと、あれどんなやったっけ、なんか、あ、ちゃうか、何なんかすごい歌詞がすごいなんか深い怖いやつ、ちょっとなんか待ち伏せやもんな、怖くて、でそれをずっとあの寝かされる時に聞いてて、でもめっちゃ寝れました。ああそう、はい、好きだったのよあなた、ね、あそうです、胸の奥でずっと、あ寝そうな感じ、はい、うん、あれが好きです。やってるね、だからその子育て、はい、みんなやってるんよね、そういう風にね、うん、まあ、歌ってたらなんかそう歌の方がメインになってけど、もっとええ感じで歌いたいじゃないってなって、でも子供無視してる時あるよ、歌唱力を上げていく、そう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 、この声量でどれだけ歌唱力を上げれるかって、そうそうそう、からあのゆっくりの歌ってめっちゃ難しいやんか、難しい、うん、難しいから、うん、それでゆっくりの歌上手くなれば全部何で歌上手になろうとしてるのか分からんけどでなんか集中してもうたらだん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 気づいたら発声だらったらなってちょっとだけ子供飲ませて真剣そんなきっちり歌うのに、嫁に渡す時なんか真っ赤なってるあかんで、そんな長い時間やったらぶつけすぎはいはい、大丈夫大丈夫いや大丈夫ちゃう、長くつけすぎではあったよ、あの早めにお茶飲ましてなるほどね、やってるんですねさあでは、続いてでございます。続いてはゲイチ問題も読んでください。はい、自称芸能界の裏のドンとお話をしなさい。さあ続きまして、裏のドンとお話をするのはゲイチです。では行きましょう、お願いします。君か NMB48 の常日系っていう子は、おう、え、おっさん誰や、あ喧嘩や、あれへんかな、やばいやばい、何やねん、なんやねん、あれへん、そんな初対面の人間がそんな態度なんかな、芸能界で生きていかれんぞそれ、え、その知らんわ、知らんわ、あれへんか怖い怖い、なんやこれ、え信じられへんな、世間知らずにも程があるぞ、え、うるさいわ、うるさいことあれへんかな、早く名乗れクソ親父うわどつきますぞ、こら、なんやこれ、お前の頭グーでどつき回すぞ、裏でそんななんかやなこのやつ言うとかなあかんねん、上のもんに、ほんま、まあ、私がこの日本の芸能界の影のフィクサードン西森や、おじさまキスしてもいいですか、なんじゃこいつ大丈夫かこれ、そりゃそうなるわ、え
そんなキスしてもいいですかというぐらいやったら初めからちゃんとリサーチしとかんと、そういうのは。すみません。やすすから聞いてるけども、はい、なあ頑張ってるらしいな、ケイチな。はい、ありがとうございます、うん、まあ、去年はいやらしい写真集も出してそれなりに売れましたし、収益には貢献できているかなと思っています。自分でそのいやらしいとか言ってしまうんやな、もうな。そう、いや確かに少しいやらしい確かにな、はい、いやらしいとこもあった、はい、うん、まあまあまあ、ラジオでもな、アドリブで下ネタをバンバン入れるんやって、はい、最近台本に下ネタがないので、自分で下ネタのメールを送って自分で読んでいたりするんですよ、うん、あ、なるほど。でもあまりに下ネタが下品すぎるときは編集でカットされているんです。本当に残念ですよ。加減わかるやろいや、なかなか業界におるんやから、はい、そんな素人の男の子がむちゃくちゃ書いてくるんと同じような書いてカットされてそれと同じところに行ってるわけやな、はい、気持ちが高ぶって それはあかんわ、ちょっと。まあちょっとね、はい、そんな君に今日ソロデビューの曲を持ってあげた、聞いてあげた。さすが芸能界のドン、うん、鶴の一声でそんなんできるんですね。そうやね、おじさま素敵、うん、曲名は、はい、生涯ハレンチ宣言だよ。じゃあちょっと歌ってみようか。 ありがとうございます。はい、どうぞ。ベトナム語でハト早く言いたい、ベトナム語でハト早く言いたい。あ、言うたらええがベトナム語でハトハト早く言いたい。言うたらええがな。言いたいけれど言い出せなくて、ベトナム語のハト早く言いたいのに、早く言うてたから言い出せないのよ今の私には。なんでやね。でもこれだけは言わせて、ベトナム語で白いハトはチンポコちゃんだそうですこれで紅白を目指します。あ、これは無理だね書いてる、ほんまにそうなのらしいですね。すごいよ。そうなんや。チンポコちゃん、チンポコちゃんって言ってもだから白いハトとしか言ってませんって言った姉妹もね、だからね。確かにそうですね。まあそうやな、今日ははっきり言いましたね、はい、でもね、そうやね、ノリノリで、ノリノリではなかったですよ。エコーもつけて、はい、チンポコちゃんですよね。いやまあね、聞いてる方、はい、ありがとうございますとね、久しぶりでしたもんね、ラジオのスピーカーに向かって言うてる方もいるかもしれませんが、というわけでジャイムが鳴りました、はい、芸能の授業はこれでおしまいです。イエーイ。大林さんは短足、西森さんは肌ブツブツ、ケイチさんは下痢する、ナギさんはアホアホ、そんな愉快なメンバーで ABC ラジオやってます。そこのあなたも一緒に FM933 ほらほら1008ホタル町。さあ2時間目です、2時間目は社会の授業です。今日5月21日は、1869年に日本初の小学校が京都にできたことから小学校開校の日とされております。そこで小学校に関するクイズを用意しました。では現地問題文読んでください。はい、理科室のテーブルが黒い理由は何でしょう。はい、理科室のテーブルが黒い理由は何でしょうか。フリップにお書きください、どうぞ。まあね、思い出していただいたら黒かったなと、はい、黒かったっけな、全然覚えてないわ。そうか、黒で、横に水道の蛇口がついてるようなタイプのね。まあ、先生のところとかが黒かったかな。もっと言うと先生の理科室の先生の教卓のところとかはね、特に黒。それには理由があるなんでしょうかという問題です。では書けましたでしょうか。はい、はい、出してください、どうぞ。はあ、じゃあケイチから。はい、白衣が白いから、うん、その理科室の先生って白衣着てるじゃないですか。着てますね。で、白衣も白くて机も白かったらちょっと分かりにくいから机は黒机と先生の見失うってこと。先生なんか持ってるものとかが分かりにくい見失うと思うけどミスターホワイトみたいな、うん、なんか分かりにくそうなんで、うん、机は黒くしてもの、うん、が分かるように持ってるものが先生が真っ白っていうのはっていうんやったら分かるよ、はいはい、
うん、教室も素人とかやったら分かるし、はい、うん、ちょっと自分で言ってても何が何か分からへん感じ。確かにそうですね。めっちゃ書くの早かったけどシャ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 、すぐ汚れるのはなんか当たり前かなと思って、うん、なるほどね。でちょっと白衣かなと思いました、うん、はい、なぜその白衣が白くて区別がつかへんからということね、はいはい、そうです、分かりました。なぎちゃん、はい、私は危ない粉とか部品がいっぱいあるじゃないですか、うん、だからそれを白かったら混じるから黒いので見えやすくする。なるほど、これやと、はい、まあ、薬品とかそういうのが見えやすい、はい、ね、見えやすい、分かりました。確かにね、西森、どうせ汚れるケイチがまあ最初に言ってたことやね、はい、それは違うんじゃないかみたいな言い方してましたけど、ね、当たり前やからね、なんか焦げると思うね、すぐなんか焦げることが多いと思うね。だからその焦げたところがだけ黒くなるなんか嫌やん、はい、まあまあ確かに、もう真っ黒にしとったらええやんみたいな、なんかその汚れるのが優先で黒くしてるということね。うん、そうそうそう、分かりました。では正解発表しましょう。正解はこぼれた薬品が見やすいようにです。すごいなぎちゃん。久しぶりちゃん。久しぶりに。黒い薬品どうすんねんって話やけどな。いやまあまあ。危なそう。そんなへりくつ言わんといて。そんな、ほとんどの薬品は白色なので、うん、こぼれた場合に見えやすいように黒を採用していると、いうことなんですね。まあまあまあ、うん、まあ、白の薬品が多いと。いうことでございます。では続きましてなぎちゃん問題を読んでください。米米給食の日、米米給食ヘイヘイヘイ、米米米給食、米給食米米はクラブでしか言わへんよ。米米、米食なんでしょう。いや次がラストチャンスな、はい、うん、読み切って。嫁はん惜しかった、嫁はん惜しかった、嫁はん初めてはんと呼んでくれたけど、嫁はん給食でいい、はい、嫁はん給食の日でも必ず牛乳が出てくる理由は何でしょう。惜しかったね。米飯やね、これ米飯惜しかった。あ、米飯ってなんで米飯って言うの、ちょっと分からへんけどね、これ米飯米飯入れたもんな。米飯給食嬉しかったよね、あの、うん、毎回パンやから、うん、あ、お米の日ってことですか。そう、お米もち米やったな、なんかしら、変わってる普通の真っ白のもち米、そう、いつももち米やったで、そう、もう赤飯とかじゃなくて、じゃなくて、なんでなんやろ、なんでもち米やったんや、おこわとかそんなんでもなく、なく、もちずっしりきたわカレーとかでも全部、あの、なかなか変わってんね、なんかさ、地元のあれなんかな、昔とかもち米いっぱい作っとったんかな。うん、まあその米飯給食の日でも、はい、まあ、牛乳は出てくるんです。はい、その理由があるんです。それはだってまあ合わへんやんか、カレーとかに牛乳出され、カレーやったらまあ微妙か、まあ米、おかず、牛乳とかってちょっとちゃうやん。さあ、書けましたでしょうか。では、皆さん一斉にお出しください、どうぞ。ああ、なるほど、じゃあケイチから。はい、すごい牛乳嫌いの子ってめっちゃ多いじゃないですか。多い、だから小さいうちから慣れさせるために毎日でも飲ましてっていう考えなのかなって、うん、毎日でも飲まして、はい、もう無理にでも、なるほどね、好きにならせる、なるほど。なぎちゃん、はい、最近は国の身長がみんな低いから、うん、平均を上げるためにちっちゃい頃から伸ばす、うん、小学生ぐらいの、平均身長が小さいから、はい、なるほど、伸ばすために牛乳飲んだら背が伸びるって言いますもんね。はい、なるほどね。西森、僕は、牛乳屋が、うまいこと言うた儲かる交渉、そう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 、どういうのそれは。だからほんまは変えようかなって言うじゃないですか、まあ、小学校側はね、米飯給食の時は合わへんしな、うんうん、言うて、いやいやいや、ちょっと安しますんでみたいな感じで、あのこの日も入れてくれたら、あの今までよりもちょっと安しますんでみたいな感じで言うて、うん、でもう結局はその売り上げを落とさないように牛乳屋がうまいこと言う
結局これが正解どんな理由であろうとこれが最終的にあるからこれが絶対に正解のはずなんです。なるほど、わかりました。では正解発表しましょう、はい、正解は法律で決まっているからです。そもう一丁奥やったな。どれらいな。学校給食法施行規則施行規則により、給食とは内容給食とは内容がパンまたは米飯ミルクおよびおかずであるとして、必ず牛乳を出すように規定されているからということなんですね。もう書いてあるんですよ法律で。初めて聞いた。ミルクおよびみたいな感じでもうミルクって書いてるから、その米飯給食の時にお茶を出す学校もあるみたいなんです。それでも牛乳が出されると。これは飲んでおいてくださいねという法律で決まってるからだよ。ございました。というわけでチャイム鳴りました。社会の授業はこれでおしまいです。皆さん、いきなりですが、自分の SNS のページを今すぐ開いてください。急いでください。開けましたか？そしたら、NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組 NOW、ABC ラジオやで。めっちゃ面白いで。ラジコで全国で聴けるらしいで。スポンサーさんも募集してるらしいで。一つで開きましょう。よろしく。よろしく。よろしく。